ケビン・プリンス・ボア・テングは、西ベルリン出身のサッカー選手。ヘルタ・ベルリン所属。元ガーナ代表。ポジションはフォワード。出身地のクラブであるヘルタ・ベルリンの下部組織に入り、2005年にプロデビュー。2007年にイングランド・プレミアリーグのトッテナム・ホットスパー FC へ移籍。しかし、自身の素行や、オーバーウェイトが問題となり、十分な出場機会を与えられず。 2009年1月にボルシアドルトムントへレンタルで放出。2009から10シーズンはポーツマス FC でプレーした。2010年8月17日、イタリアセリエ A のジェノア CFC と5年契約を結び完全移籍し、その後すぐに共同保有で AC ミランに加入した。ミランではトップ下のポジションでプレーし、7年振りのスクデット獲得に貢献。 2010から11シーズン終了後に、ミランへ完全移籍。2012から13シーズンからは、背番号をクラレンス・セイドルフが着用していた10番に変更した。2013年8月30日、ブンデスリーガシャルケ0 4に移籍が決定。背番号は9番。加入1年目の2013から14シーズンには28試合に、出場しろく得点を挙げるが、 翌2014から15シーズンには、クラブの低迷もあって不調に陥り、戦力外通告を受け、シーズン中の5月11日に、シュドニーサムと共にクラブを退団した。半年の無所属期間を経て、2016年1月5日に AC ミラーへ半年契約で復帰した。1月17日のアッコフフィオレンティーナ戦では、得点を挙げたが、 シーズン終了後に契約満了で退団した。2016年8月2日、スペインラリーガのユーリー・ラスパルマスと1年契約を締結。スペイン初挑戦となった。8月22日のバレンシア CF 戦でデビューし初ゴールをマーク。2016から17シーズンには加入1年目ながら28試合10得点を記録し、チーム得点王に輝いた。 シーズン終了後には3年間の契約を提示されていたものの、2017年8月16日にプライベートな理由により契約を解除した。2017年8月18日、ヘルタ時代にチームメイトであったニココバチが率いるアイントラハとフランクフルトへ2020年6月までの3年契約で完全一席。クラブはブンデスリーが終盤戦まで、 UEFA チャンピオンズリーグ出場権争いを繰り広げるほどの好調を維持し、自身も中心選手として31試合6得点を記録。DFB ポカールでは決勝で FC バイエルンミュンヘンを破り30年ぶりに優勝する。2018年7月5日、セリエ A の US サッソーロカルチョへ3年契約で加入。二千十九年一月十一日、 FC バルセロナへ半年間のレンタルで加入。800万ユーロでの買取オプションが付随している。背番号は19番。2019年8月31日、セリエへのアッコフ・フィオレンティーナへ完全移籍したことを発表した。2020年1月31日、ベシクタシュ JK へシーズン終了までのレンタル移籍。2020年8月28日、 SSD モン n z 1 9 1 2に1年契約で、加入した。2021年6月23日、フルスのヘルタ・ベルリニエ完全一席。2022年6月までの1年契約を結んだ。2001年、U-15 ドイツ代表に招集され、以降 U-16,U-17,U-19,U-20。 u ー -21 代表に選出された経験がある。しかし、2009年に A 代表招集をめぐって、ドイツサッカー連盟と対立、結局 A 代表は、父のガーナ国籍を行使して、ガーナ代表を選択した。弟のジェローム・ボアテングが、ドイツ代表を選択していたため批判もあった。ガーナ代表を選択したことに関しては、2010年の FA カップ決勝において、 ボアテングのファウルによる負傷で 2010FIFA ワールドカップへの出場が絶望となったミハエル・バラックがボアテングを批判した際、ボアテングはバラックのフィールド上での態度とファウルにも問題があったと反論。加えてドイツ代表への不満を述べドイツサッカー連盟とヨアヒム・レーブドイツ代表監督を批判した。2010FIFA ワールドカップでは持ち前のダイナミックなプレーで ガーナ代表の中盤を支え、決勝トーナメント1回戦のアメリカ戦では、先制点を挙げた。翌2011年11月に代表引退を表明したが、2013年に代表に復帰した。2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグ最終戦を目前に、自国協会から、規律違反があったとしてサリー・ムンタリと共に、代表メンバーから外され、大会から姿を消した。 チームスタッフに対する暴言が噂されたが後に本人がインタビューで自国協会の選手に対する待遇の悪さと改善の兆しがなかったことを明かしている。ありがとうございます。